世界の建築ミニ図集機構。初期中世の建築。打ち続く異民族の侵入によって西洋が窮地に追い込まれ、西ローマ帝国が混乱のうちに瓦解したことによって、建築は根底から変化を遂げた。もちろん、初期キリスト教の遺産は部分的には残存し、混乱の過ぎ去った7世紀には、ヨーロッパは再び建設活動を開始した。しかしこの束の間の再生も、南においてはアラブ人たちの、スペインや南フランスの征服、722年によって、北においてはバイキングの侵攻、790年以降によって、そして東においてはハンガリア人たち、10世紀初頭、によって、それぞれ中断させられたのであった。だが西洋全域にわたって、機能こそ変化したものの、ローマ時代の公共建築は残ったのであった。そこでは浴場が貴人の邸宅になり、倉庫は修道院になり、円形競技場は要塞となった、アンドレ・コルボ。帝国の滅亡を超えて唯一生き残った組織は教会であった。行政、裁判、教育の各分野を独占していた教会が、主要な建築物の発注主体だったのであり、この状態は北部スペインにアストゥリアスの宮廷が起こり、中央ヨーロッパにカロリング王朝が起こって世俗の権力が、再興されるまで続いたのであった。初期中世以来の建物が最も数多く残っているのはスペインである。ビジゴート族の影響を受けたモザラビック・アストゥリアスの移行軍が統一を達成したのであり、その特徴は小さなスケール。柱間分割の手法、馬蹄形やアーチの多様にある。サンファンデ・バニョス。サンフルトゥ・オーソ・デ・モンテリオス。サン・ペトロ・デ・ラ・ナーベ、7世紀の伝統を引きながらも、伝統は海峡との侵攻によって突然中断させられ、9世紀、10世紀になってイベリア半島北部で全ての建築は再び生まれた。それはオビエドのサン・フリアン・デ・ロス・ブロドス。サン・ミゲル・デ・リーレオ。サンタ・クリスティーナ・デ・レーナ。そしてとりわけサン・ミゲル・デ・エスカラーダ、913年、や、サン・セ・ブリアン・デ・マソーテ、916年、等の教会に現れ、またアストゥリアスの支配者たちの宮殿にも現れた。校舎の中ではサンタ・マリア・デ・ナランコが、極めてよく保存されている例である。中央ヨーロッパにおいてはカロリング朝ルネッサンスが、アーヘンの宮廷礼拝堂、777年、という注目すべき成果を達成した。その平面はラベンナのサンビターレ教会と関係がある。この時期も一つの重要な建築作品は、コルバイの非常に大きな修道院、822年、であり、これは夫王朝になってゲルローデのザンクトキリアコス、ヒルデスハイムのザンクトミハエルなどに、その繁栄を見せることとなった。アルプス山中のいくつかの建築もまた極めて古い伝統を残している。すなわちスイスのミュスタイアやミスタイルに立つ教会。イタリアのサンタ・マリア・インバレであり。ここにはラベンナや初期ルネサンスとのはっきりした類縁性がある。ポワティエのサンジャン洗礼堂、フランス。バプテストリオブサンジーンポイティアズ。4世紀半ばから10世紀末にかけて、何段階かにわたって建設された。礼拝旋盤。ピシーナ、および洗礼室の3面の壁は、
当初のものであるが、507年に修復があった。10世紀末近く、当初のナルテックスと、前室、プロナオス、に代わって、多角形のナルテックスが建てられた。そして半円形の両脇のアプスが建設された。サンペドロ・デラ・ナーベ教会。サンピドロ・デラ・ネーブ・エル・カンピルオ。スペインのサモラ近郊に680年建設された。アラブ征服以前のビジゴートの建物である。サンタ・マリア・デ・ラーラ教会。アプス・オブ・サンタ・マリア・デ・ララ・クインタニラ・デ・ラス・ビナス。キンタニーレア・デ・ラス・ビニャス。スペインのブルゴス近郊に立つ。690年から700年頃に建設された。サンタ・クリスティーナ・デ・レーナ教会。サンタ・クリスティーナ・デ・レナ・ベガデルレイ。ベガデルレイ、スペインに850年頃に建てられた。タラサのサンミゲル洗礼堂、スペインのバルセロナ近郊。バプテストリオブサンミゲルタラザ。スペインのバルセロナ近郊に、おそらく650年頃に建設された。おそらく開教と侵入以前の建立と思われる。内部空間はスキンチの上に築かれた。ドームに覆われた非常に暗いもので。このスキンチドームは柱形の異なる8本の柱によって支えられている。平面形は多角形アプスを持つ十字形である。ブラガのサンフルトゥオーソデモンテリオス教会。サンフルトゥオーソデモンテリオスブラーガ。665年に建設された。この十字形平面の小教会は、小さな柱が並び立ち、全体にボルトのかけられた馬蹄形アプスを持つ、三つの翼を備えている。三連のアーケードを持った新楼横断壁、ダイヤフラムウォール、が、中央ドーム、これは再建されたもの、と各翼部とを隔てている。建物の外形はラベンナの柄プラチディア鋲を思わせる。サンセブリアンデマソーテ教会、スペイン。サンチェブリアマゾテ。916年に建設された。平面と両面の双方に馬蹄形アーチを持つ、モサラベ建築の高齢である。サンミゲル・デ・エスカラーダ教会。サンミゲル・エスカラダ。スペインのレオン近郊に913年建設された。この教会は3つの馬蹄形アプスを持ち、中央に内陣障壁、イコノスタシス、を備える。オビエドの定説王アルフォンソに請求。パレス・オブ・アーフランソ・セカンド・ザ・チェースト・オビエド。800年頃に建設された。オビエドのカマラ・サンタ。キャマラ・サンタ・オブ・オビエド。アストゥリアス王国の王宮復元図の最右端にあたる部分で、サンタ・マリア・デ・ナランコの宮殿によく似ている。サンタ・マリア・デ・ナランコ。アスツーリア・カレス・オブ・サンタ・マリア・ナランコ。スペインのオビエド近郊のアストゥリアス王国の王宮で842年に建設された。この建物はオビエドを支配したアストゥリアス王家の王宮であり、
二つの見晴らし台と一つの謁見の間を持つ。保存状態は極めていい。外部の二つの階段や外部の控え壁は、内部の装飾された付け柱や室内を覆っている。トンネルボルトの内鼓面に沿った、横断アーチによく調和しており、極めて個性的な様式を作り上げている。しかし七つのアーチを通して田園を見渡すロッジ屋が、全体の領感に統一を与えている。サンミゲル・セラノバ礼拝堂、スペイン。オラトリー・オブ・サン・ミゲル・セラノバ。940年頃に建設された。一列に並んだ三つの空間。交差ボルトのかけられた正方形の中央部。そして小さな馬蹄形アプスは、その大きさや配列の仕方において、もう少し単純ではあるが、サンフルトゥオーソ教会に似ている。サンバウデル・デ・ベルランガ教会、スペイン。サンボーデル・ベレアンガ。10世紀の建物。この小建築の最大の特徴は、中央のリブ付きドームを支える柱であり、この柱の上には直径1メートルの長塔がついている。柱はアラブの影響とも考えられる。アーケード付きのギャラリーがこの柱から伸びており、その上に小さな礼拝堂が載っている。アーヘンの宮廷礼拝堂、ドイツ。パラテネチャペルアジン。777年から794年に建設された。シャルルマーニュのために、メッツの建築家オードによって作られた。この建物はラベンナのサンビターレから、八角形の開放を発想した。ギャラリー付きの八角部分は、その中央部がパリのノートルダム大聖堂の新楼と同じほどの高さを持っている。建築家はこの集中形式を持つ部分の東側にくぼんだ内陣を設け、西側には当時のラインラント地方の教会で発達していた最高を付した。ロルシュの凱旋門。トリンファルゲートラースク。770年に建設された。現存するこの凱旋門、トールハーレ、は、守護としての大天使ミカエルの礼拝堂と考えられている。カロリング・ルネサンスの様式によって装飾されているが、このファサードはその発想を、ローマ建築の定式から得ている。ミスタイルのザンクト・ペーター教会。スイスのティーフェンカステル近郊。サンタ・ピーター・ミステール。800年直前に建設された。この短廊形式でトラス加工の屋根を持つ教会は、わずかに馬蹄形をした。三つのアプスを持つと推定されている。チベーダーレのサンタ・マリア・イン・バウレ教会。テンピエット・ロンバルト。サン・マリア・イン・バレン、テンパイエット・ロンバド、シバイダール。この建物の建設年代は不明であるが、8世紀末から9世紀末の間に建てられたことは疑いない。葬儀のためと思われるこの礼拝堂には、聖者たちの行列を表現した。極めて保存状態のいい漆喰壁がある。ルツァーノのサンサルバトーレ教会、イタリアのコモ近郊。サンサルバトールバズノ。9世紀の建物。半階下がった地下祭室、そして半階上がった長老席。
そしてその中間の高さにある境界そのものという、三つの整然たる床面が見られる。この最下面は死者の住まうレベル。新郎の床面は日常の現世のレベル。そしてドームのかけられた長老席は、天国をそれぞれ示している。コルバイのベネディクト派修道院ノバコルベヤ、ドイツのヘクスター近郊。ベネディクチンアビーオブノバコーベヤコルベ。822年に起工され、844年に建造された。当初のものが現存している最高は、873年から875年に建設されたもの。ゲルンローデのザンクト・キリアクス教会。東ドイツ。サンタ・キリアクス・ゲンロード。961年に創建された。対抗するアプスは12世紀のものである。側楼にはギャラリーがあり。これは内陣の見通しを阻害するものではあるが、これは教会が修道院としての、機能を持つことによって要請されたものである。ヒルデスハイムのザクト・ミハエル教会、ドイツ。サンタ・マイケル・ヒルデゼイム。公募であり摂政であった。テオファノの顧問兼夫さん聖の殿育官であった。ベルンバルトによって993年に計画され、1010年に着工された。この教会は1022年に建造され、1033年に全工事が終了した。構成の明確さによって内部空間に、均質性を与えようとして、建築家が幾何学的要素をもてあそんだ作品である。新郎には2本の円柱と1本の角柱が繰り返されていることに注意。ギャラリーは交差部に設けられており、その特徴は3段に重ねられたアーケードにある。平面図をシステマティックに分析することによって、建築家の厳密な幾何学的アプローチが姿を現す。正方形と対角線とが全ての構成を支配しており、この建物の数学的哲学の側面を強調している。これはボエティウスの代数論及び、ウィトルウィウスの著作にその基盤を置いている。